誰も希望はこの子に。どれにしようかな。ああ、どれにしようかな。これでいいや。ごめんなさい。はるたさん、おはぐじん、おはぐじん。ごゆっくりどうぞ。ともき、おいおい、こんばんでぃ、こんばんでぃ。こんばんでぃ。ごゆっくりどうぞ。みずきさん、おはぐじん、おはぐじん。ごゆっくりどうぞ。おかえり、ただいま。おかえり。えんのこと考えたら、本当に配信始まりました。本当です。マジ？すごいじゃん。すごいじゃん。適当でごめん。どうしたりーちゃん、こんばんざい、こんばんざい。ごゆっくりどうぞ。今日は近めでお送りするね。何も見えないんだ、ここまで下がると。私ね、ちょっとね、今日はいつもと違うお部屋にいます。ジュニさん、初訪問ありがとうございます。神宮寺です。ごゆっくりどうぞ。セミタさん、おいおい、こんばんざい。ごゆっくりどうぞ。これでいいや。適当かい。こんばんざい、こんばんざい。コメントありがとうございます。基本的に神宮寺はね、あのコメントとお話をするのでね、あの知りたいことあったらコメントにお願いします。お願いします。クロモさん、おいおい、こんばんざい。ごゆっくりどうぞ。めちゃくちゃ風来る。そんなに風来るっていうぐらい風吹いてるわ。そっか、そりゃそうか、直直だもんな。ちゃちゃみさん、八王門ありがとうございます。神宮寺です。ごゆっくりどうぞ。トムさん、グッドイブニング、グッドイブニング。ごゆっくりどうぞ。日本語で言うなってね、ごめん。適当だな。適当じゃないよ。適当じゃないもん。適当じゃないです。おでこ、おでこ、おでこ、ほんとおでこ好きよね。トイレでタンスも台所もない、見えない。そう、見えないのよ。今日壁だからね、ここ。壁だから、白飛びしてるし、壁だから。そう、後で説明するね、なんでここにいるか。石川での服迷ってんだけどさ、私も迷ってる、どうしようかなって。迷ってる。くじょくびに当ててんのかい。あと実は顔つき、ほら、ご挨拶して。皆さん、こんにちは。なんだっけ、この人の名前忘れちゃった。ぼっち、ぼっちって言います。ぼっちくんです。ぼっちくんです。ぼっちくんです。ぼっちくんって言います、このぬいぐるみ。実はでかいんだ。今日も輝いてるね、おでこが。おでこが、おでこがですか。ちょっと気にしてるからやめて。気にしてるからやめて。おでこが輝いてる。お名前何ですかって聞こうとしたら忘れそう。思い出したもん、ぼっちくんって言うの。ぼっちくんって。いや、みんな、いつも配信見てくれてありがとう。あ、めちゃくちゃ動いてる。めちゃくちゃ動いてる。あかんよ。ありがとうって言ってる。以上、かっこライブではスーツかなってなんて思ってるけど。式場だから、誰かの結婚式だっけ。誰かの結婚式だっけ。今日の神宮寺の目輝いてるね、本当に。光があるからじゃない、そこから。おじさん、こんばんは。かわいい、結婚しよう。じゃあまた、じゃあまた。ごゆっくりどうぞ。ぼっちくん、同じ顔して、同じ顔して、
僕はこの表情しかできないんだよ、ごめんね。だってこの表情しかできないんだって、かわいそうに。ねえ、困っちゃうよね。おちくんは男の子？男の子でも女の子でもないです。ぼっちくんっていう生命体生命体です。え、俺らの結婚し…音誰か来た誰か来た、誰か来た、誰か来ましたかって。明日の練乳はいないんだよね。そうです、明日の練乳はおらん。同じ顔して、レイシがぼっちくんと同じ顔やるんよ。無理じゃない？できない。ちょっとやってみたけどできなかった。結婚式囲み動画ありだなありだな。誰と結婚する予定なのパルタ氏は誰と結婚する予定なの可愛いじゃないのよ、可愛くないのよ別に。だってこの顔しても、だってさ、キュルンって言われればさ、キュルンって顔してるかもしれないしさ、なんか頼りなさそんな顔してるかもしれないけどさ、頼りない顔ができないもんできないもん。だってどうやって頼りなさそうな顔する？心は顔一緒、心の顔は一緒。ほわーってなってるし、死に決まってるじゃん。設定だけど、設定だけどとか言うなよ悲しくなるやん一気にねえけけさん、こんにちはし、こんにちはし、ごゆっくりどうぞ。もういいのよ、ぼっちくんはぼっちくんはもういいのよ。しょぼんしょぼんって顔しないで、しょぼんってしょぼんって顔しないで。てか、なってじゃない、待って私の書いたテロップはどこに行ったの？なんでよなんでよ、泣きそうなんだが、私の書いた B なん、アンダーバー消えるしさ、なんなの切れそう、切れてるけど、短期じゃないよ私は、言っとくけど。そういうこと？なんでコメント長すぎるからってさ、消えちゃうの全部。ムカつくんだけど。だったらできませんよで止めてくれればいいのにさなんだよ、全部消さなくたっていいじゃんなんだよ、だから定型文にしとけってね知ってる知ってるけど、打つことに意味があるの。そう、神宮寺には打つことで意味があるんです。これでいいや、はい。ちくわくんは？ちくわくんはいない、ちくわくんはいないです。ゆったんちゃんゆったんちゃんって言ったから書いちゃったからそのまま言っちゃったけど、ゆったんさん、ごゆっくりどうぞ。おはぐじん、ありがとう。ごゆっくりどうぞ。かんごさん、ごゆっくりどうぞこんばんざい。テロップそんなものはない。そんなものないの？マジか、ないのか、初めて知ったわ。ないのね。俺がテロップ食べときました。美味しかった美味しかった、あの感想聞かせてください。美味しかったかどうか、絶対美味しくないと思う。もし付け込んできたら幸せだなって毎日思ってる
それはね、多分みんな思ってるよ。ええことねやだ、光沢、光沢、確かに光ってるけどさ。丸さん、ごゆっくりどうぞ。うん、私がリアのテロップ切りしました。もう戻したからいいです。定期分にしとけってね。定期分の仕方わかんないんだよね。千人千人じゃないのよ。やめて。やめて。あれ、この方もポールさんじゃない？パールさん。でもかな。わかんない。Hello Hello。How are you って聞かれてる。I'm good。Yeah。 おめめきれ。何にも入ってない今日。ラガンだよ。首が冷えてますか？首は冷えてない。冷えてないけど、あのぬいぐるみを持って喋ってます。手紙とプレゼントは当日と当日調達しようと決めた。大丈夫？そのすぐに書けます？大丈夫そう？すぐに書けるなら音めしないけど。なんとも言えない味でした。例えるならそう、初恋の味。どうした？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 今日どうした？どうしたの？なんか変だよ。なんか変だよ。例えるとしたら初恋の味、イエーみたいな。ちょっとおもろいけど。おもろいけど、なぜね、とても光沢があります。光沢ありません。違うよ、光の加減だから光沢があるのは。やめてください。ぼちくんの生地感見て同じ素材のパジャマ着てほしいと思った。これでも着たら暑いよ絶対。ピッ、入力アプリの設定辞書マイ定型文できるはずですか？あ、そうなの？やったことないからわかんないんだよな。やってみよう。忘れちゃうかもだけど、覚えてたらやりますね。アビさん初訪問ありがとうございます。神宮寺と申します。よろしくお願いいたします。ごゆっくりどうぞ。手紙は無理ですね。あと12日で書いて持参ですね。そうですね。そうですね、お手紙は多分書けないと思う。一日で、私もだって書いては消し、書いては破き、書いては消し、書いては破きの繰り返しだきっと。あんまやったことないから分かんないけど、今日変、いつも変だよ。あ、そうだった、忘れてたわ。そうだったね、いつも変だったね、ごめんね、忘れてたわ。おしんのハットは熱いぜ。なんか違う、なんか違うんかい。違うの？いいことだと思いますよ。おしんの愛が強いのは、愛じゃない、ハートが強いのはいいことだと思いますよ。ハチさん初訪問ありがとうございます。神宮寺です。よろしくお願いいたします。ごゆっくりどうぞ。前髪がさ、すごいやだ。手紙の名称はアプリのメモで書いて、聖書は手紙に書く。あ、確かにそれがあり。確かに私も同じことするわ。確かに同じことする。私も書いては消し、書いては消しってやるわ、ちゃんと。キリュウさんお疲れやい、お疲れやい、ありがとう。ごゆっくりどうぞ。例の愛もあるからね。あるんかい。あるのね、ありがとう。ピコン。ラブレターって読もうとしちゃった。草、自分でラブレターにしてもうた今。じゃあそういうことじゃないよ、そういうことじゃないですよ、みんな。愛とか言ってるからラブレターって言っちゃったよ。レターセット持参して
ホテル泊まってる間に書こうかな。それもありだね、それもありだねとか言って書けそう。ちゃんと寝てねちゃんと寝てね、ホテルでは。りーちゃん寝る前に少しだけ来たよ。おー、寝る前か。もうそろそろでお休みだね。ありがとう、来てくれて。寝るまでごゆっくりしてってくださいでも何回も書き直しやけどね。わかる。なんかさ、自分の字がさ汚、字とか言ってた自分の字が汚すぎてさ、お手紙書くときにさ、相手読めるんかなって思うときあるから、何回も書き直す。わかる、その気持ちは。教えの手紙って難しいよね。日本語一つ間違えたら傷つける可能性あるから悩んじゃう。まあ確かにそうかもしれない。確かに。でも言うて、言うてだと思う言うて、言うてだと思う。そんな気にしてなかったりもするかもしれないから、わかんないけどね。明日というか今日、日付変わって今日は日勤だからもう寝なきゃなんだよ。あ、そうなのか。おやすみ、ありがとうね。めっちゃ早時間にやればよかったね、ごめんね。あ、ラブレターで書き、あ、大丈夫ですごめん、間違えただけだから、普通に書いてもらって大丈夫ですよ普通に書いてもらって大丈夫ですよ。あの、私に書くかどうかは別にして、あの、普通に書いてください。私に書くとしても普通に書いてください。ラブレター書いてほしい。いや、そういうことじゃないそういうことじゃないです。愛愛愛って言う始めてるからさ、違うんよ。あと、ヴィンセントイコールって、あー確かにあり、可愛いよね。カナダからの手紙そんな遠い場所から、遠い場所から来んよ。寝る前にリアちゃんの顔見れ見たくてね、今日もかわちありがとうすっぴんで配信してごめんなんだけどすっぴんでごめんなんだけど、ありがとう気にしすぎるタイプだから書きながら泣いちゃうタイプです。マジか。そんなよ、私はそんなよ、大丈夫よ。だってなんなら私だってさ、みんなにお手紙戻したいぐらいだもん。戻したいっていうか、あの、その読んで返すわけじゃなくて、お返事のことね。お返事書きたいもん、本当は。なんか分かんないけど書きたいくらい、本当は。ダッシーさんのファンレベルが5に上がりました、おでめとー。なんか傷つくやん。ごめん、ラブレターも欲しくも欲しい。ちょっとツンデレ演じてみようと思ったけど無理っぽい無理っぽい。ちょっと無理っぽかったツンデレ、ちょっとツンデレの言葉探してみたけど、ちょっと無理っぽかった、ごめんスペイン可愛すぎる。そんなことないよそんなことないよ、言うて。そんなことないですよ。愛って言った俺が悪いみたいなことになってるじゃん悪くない、パルタさん、悪くないよ、ごめんって。そういうことじゃないのよ。愛愛愛っていうのが、あの、頭にありすぎた結果、ラブレターって言っちゃっただけだから、パルタさんのせいじゃないすっぴんでもかわちいよ。ごめんね、すっぴんで。これ、ほのかさん見たらなんて言うだろうか。わかんない。怒られるんじゃないかな。わかんないけど。怒られそう。怒られそう。おい、おいって言われそう。わかんないけど。お前のラブレターなんていらねえよ。希少、せいって言われたから言うね。お前のラブレターなんていらねえよ。希少。せいやだよ、そんなこと言えないよ。読んだけどコメント棒読みだったでしょ。そういうことは言いたくないだってみんなからもらうものなんて宝物よ、言って。ちゃんと保管してあるしね、あの、もらったもの使
使ってない使ってない。天竹さん、和口リエが欲しい、あげませんいらねえよ、そういうことは言えない。キルさんのファンレベルが5に上がりました。おでめと早くない？昨日来たばっかだよね、もうレベル5なの早くない？神宮寺なーに、なーに、今まで書いたお手紙で一番頑張ったのは、私のグループが解散するときに書いた便箋4枚。すごすごい。いやいやいや、そんなに名前呼ばなくても大丈夫よ大丈夫よ。レにラブレター書いたらカナさんとユミさんに怒られるのでやめときますあ、大丈夫、あの私が怒られるわけじゃないんで私が怒られるわけじゃないんで、まあお支援したということで許してもらおう。それじゃいいのか本当にそれでおやすみ、またね、ありがとう。あい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 、見ざる言わざる聞かざる、うん、ってことハゲキングさん、そういうこと。微笑1枚分しか書けないけど2枚目から分かんないけど、2枚目から便箋入れる。どういうことだ？封筒に入れるわけじゃなくて便箋に入れるの？え、便箋と封筒は何が違うの？え、便箋も入れるやつ分かんなくなってきた、分かんなくなってきたよ。2枚目もだった、あ、2枚目もか。ラブレターではないが、シンプルに感謝と思い出を綴ることが多いです。あ、そうなんだ、そうなんだ。でもほぼラブレターみたいなもんでしょほぼラブレターみたいなもんでしょ。入るルーム間違えた、おいなちくん、おい、いや彼女じゃなかったっけ。うん、うん、誰と勘違いしてるんだろう誰と勘違いしてるんだろう。ジングジュリアってこのルームどこ？ここ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 かか、お猿さんだよ、知ってるよ。お猿さんだよってことでしょ？知ってるよ。でも見ざる言わざる聞かざるだったから全部言ってみた。日光東照宮にあります。いや怒られる、俺が怒られるの今でも指さんに怒られる。どんまい？どんまい？どんまい？それはどんまい？ハーフムーンさん、2回目の方もありがとうございます。ちんぐりです、ごゆっくりどうぞ。てか、なんでファンレベル上がったの？勝手に上がるんじゃないかな勝手に上がるんじゃないかな。コメントポイント視聴時間でファンレベル上がりました。だってだってちげえわ、ちげえわって言われちゃったちげえわって言われちゃった。なんだよ、そのまま乗ってくれればよかったのにちげえわって言われちゃった、ごめん便箋紙封筒袋、あ、そういうことか。じゃあ合ってた、紙だよね、あのお手紙を書く紙ってことだよね、便箋ってもうあの熱量でお手紙なんて書けない書けない、確かにそうかもしれない。ここってどこ？神宮寺のルームだよ、神宮寺のルームだよ。誰誰誰と勘違いしてるの？何もん帰ったらお世話さんの手元に眠ることだろう確かにそうかもしれないそうかもしれない誰と間違えたのかな、誰と間違えたんだろう、誰と間違えたんだろう。私は分かんないから自分で聞いて。ワイの嫁どこ？え、知らない、それはごめん、その方のところが分かんないからなんだろうって感じだけど、ワイの嫁どこは分からんな分からんな。正解、便箋は1枚、お手紙は2枚目の
そうなの。あ、そういうことか。そういうことね。理解。からの。そういうことね。理解したわ。やっと理解できた。やっと理解できた。原稿用紙に一日一文字書きます。一日一文字では、え？めっちゃ飛ばしちゃった。おーいって。マリさん、おい、こんばんざい。ごゆっくりどうぞ。お仕事お疲れ様です。さっき帰宅っていうやつ見たから。帰宅ってやつ見たから。原稿用紙に書いたとってって感じない？書いたとってって感じない？実装しません。絵のラブレターなんでしょう。確かに。やばいやばい、大変だ。1200字詰めですか。草、それは誰と勘違いって、幼稚園のグレグジリア人。グレグジ、私グレてないよ。グレたこと一回もない。グレたこと一回もない、ごめんね。実は一回もなかった。僕が一番頑張ったのは島田さんへの原稿用紙2枚。すごっ、原稿用紙2枚、2400文字ぐらい。イワキングさん、こんばんざい、こんばんざい、ごゆっくりどうぞ。めっちゃ白いやん手。待って、白飛びしすぎてるんだけど手が。ほら、え、こっちは平気だ。おい、白飛びしすぎじゃないこれ。びっくりした、めっちゃ白飛び、びっくりした。あ、行ってくる、行ってらっしゃい。ゆたちゃんのハーレビル5人ありました、おだめと。うん、もう二度とやんね、あんま宿りのコンビニ足元取りすぎ。それで言うと、あの、私もバス待ってる時に自分の足元字通り過ぎた。ピュアなりちゃん、ピュアじゃないもん、ピュアじゃないもん。レイにプロポーズしなきゃ。そもそも付き合ってないのにプロポーズは OK できません、ごめんね。幽霊じゃん。でもね、幽霊すぎるよね。やばくないこの差よ。え、こっちも。やば、待って、なんでそんなに白飛びする、怖いんだけど。召される、召されちゃうかな。召されちゃうかな。投げると一気に10。あ、そうなんだ、へえ、初知り。じゃあ20時プロポーズするね。そもそもそこのまでに至ってないので、あの、お受けできません、申し訳ございません。やべえと、ま、やまねんな、やまない、大変だ。傘買って帰ったらいかがですか。そういう問題でもない。そろそろ天に召される、天に召されるかもしれない。チー、それで言うとお母さんに今日さ、あのお話の中で殺されかけた。そう、うち犬飼ってたんですよ。チワワのね、チワワのさくらっていう犬を飼ってて、で亡くなっちゃったんですよね今。そう、現在亡くなってて、その話をしてたの。そしたら亡くなった犬の話をしてるのに、その名前がさくらじゃなくて私の名前を言い始めて、普通にやりやいがとか言い始めて、一応待って待ってみたいな。待って待って待って、勝手に殺さないでって言って、まあ一緒にチーンってやっといた。いやいや、真っ白ピュアなりゃいい。真っ白ピュアじゃないのよ別に、この白飛びはピュアだから白いわけじゃない。山崎さんのファイルレベルが6に上がりました、おでめと。ピュアじゃないのね。いや、ピュアではあるけど、別にピュアではあるけど、なんて言ったらいいの、
わかんないピュア、まあピュアはピュアですよ。うん、わかんない、うん、なんて言ったらいいのかわかんないけど召される言い方だって召されちゃうかもしれない。そうそう、お迎えだやん。いや、お迎え来た。あ、やばいやばいやばい、お迎えがキャー、右手突き上げて承知するですね。つかもおせん、いやいい泣いてる、ごめんって。私泣くならないから安心して。まだまだいなくならないから安心してください。まだまだ未練あるな、ここにまだまだ未練あるな、まだ死ねないな。ちょっとチワワだったら同じで、そう、毛の短いチワワでした。すっごい食べるの好きでね、チワワなのに4キロぐらいあったあったんです。そう、すごい、なんかさ、もらってきた犬だったんだけど、そう、なんかもともとなんかお母さんの友達の家にその子がおって、でなんかずっと檻の中に入れられてたのね。なんか犬が2匹飼ってるのに1匹は野放しで部屋の中で、檻の中に入れられてるのがさくらで、そう、すごいかわいそうだったの。かわいそうっていうか、なんかそのもう一匹の犬と折り合いが合わなかったのか、すごい中にずっと入れられてて、それが不憫でかわいそうだったから、なんかかわいいねって言ってたら、あげようかって言われてもらってきて育てたんですけど、そう、めっちゃご飯食うめっちゃご飯食べる子やった。人間のご飯もさ、なんか美味しい匂いがするとさ、あのここに人がいるとしてご飯食べてるとするじゃん。そしたらこうやってご飯食べてるとこうやってやってくるんですよ、くれっていうので、無視してるとちょこんって手置いてきてダメですって、ダメって言ったら、今度はあれよ、足っていうかそのさ、太ももの上に乗ってきてさ、ペロ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 し始める犬でした。可愛かった。もうおらんけど。チーン、やばい、召された。チーン、うちのお墓に入ろうな。どうしようかなどうしようかな。入っちゃう。でも入ったらさ、結婚してるっていうことになるよね。まだ結婚する気はないからな結婚する気はないからな。我が生涯に見える悔いなし、パンパンパン。ダメよ、死んだら。あ、うちはロングコートチワワでした。あ、そうなんや、可愛いよね、ロングコートチワワ。このぐらいの、食べよ、おせ、ゴルゴンゾーラ。ゴルゴンゾーラって何？パスタの一種わかんないけど、でも聞いたことある名前は。レンに振られたから出会い系始めるもん、止めるなら今だよ。始めてもいいよ、別に始めてもいいですよ、全然。ただ怒られるのは甘酒さんですからね。知らないですよ、私知らないですよ。ご飯食べ終わるまで足元で待ってて、終わったら抱っこするの恒例だった。へえ、そうなんだ、いいな。うちの場合そんなことなかったからね、食べ終わった瞬間逃げるからね。へっ、くれなかったわっつってくれなかったわみたいな感じでどっか行っちゃうから、頭がいいんだか悪いんだかって感じでした。もしにあったら心臓痛くて手に召される。大丈夫、助けてあげるよ助けてあげるよ、大丈夫。人工呼吸とか心肺のあれはできるから安心して。私訓練受けたから、訓練というか受けに行ったから。あー、チワワ動画送りて、見たい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 、 DM で送ってよ
見たい一話は、え、結婚めと、結婚しないってしないって遠回しに言ったことがあると。実は頭働いてるんですよ、ごめんね。こんな適当にね、適当にコメント返してると思いきやって。思いきや実は考えている。ありがとうございますじゃないのよ。ケンシロウ見てくれ。あたたたたたワーチャーってこと。あたた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 ワーチャーって。北斗の拳でも知ってるよ。北斗の拳、北斗の拳は、ね、知ってるけど見たことはないです。シュンカシュートさん、おいおい、こんばんざい、今日はありがとうございました。あんまりおしゃべりできなくてごめんなさい。ごめんなさい、配信の人とはちょっとあのね、緊張しちゃった。緊張しちゃった。ラプターさん、おはぐじこんばんは、今日も疲れやで。いや、ほんまやで、ラプターさんもお疲れやで。そうさん、2回目の方もありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。すごくない、このさ、やばいんだけど、白飛び具合。我が衣装に一辺の悔いなし、悔いなし。やったところで見えないんだよな、白だからかな、背景白だからかな。怒られる恋愛が、私じゃないよ、甘酒さんが怒られる。ダシさんのファンレベルが6に上がりました。おでめとライブ楽しかったよ。よかった、楽しんでくれてありがとうございます。そう、今日は煽りの日だった。今日は煽りの日だった。エミさんは来週スモットリと結婚するって言ってましたが本当ですか。知らないです。知らない、それはフミさんに聞いてください。わかんない。ありがとうございます、ありがとうございますじゃない。ありがとうございますじゃない。ゲセして送りつけます、ありがとう。見るわ絶対に。倒れたらお願いします、推しがいいな。わかった、わかったよ。そしたら私が変わってもらいますね、メイさんに。メイさんに変わってもらって、ゆうきさんに白シャ手配させます。させますとか言っちゃいけないね。させます。白シャを用意させますね。怒ってる、リアリアリア。怒ってないよ、怒ってないです。ゴルゴンゾーラはイタリアで一番有名なブルーチーズ。あ、臭いやつだ。ゴルゴンゾーラって匂いがきついやつですか。あ、いろいろとお疲れ様です。かわいい、チュッチュッチュッ。ありがとうございます。誰に怒られる、さあ誰だろう、誰だろう。それなら手に召されてもいいんだ。ダメ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 ですよ、悲しむから。めいちゃんとゆうきさん悲しんじゃうから、ダメよ。キノコ棒ケチャしたい人生。キノコ棒、キノコ棒ね、キノコ棒じゃなくてきなこ棒なんですけどね、母の言い間違い。今日もなんか言い間違えてた、なんだっけ。あ、そうだそうだ、これもまたあれなんですけど、お母さんのね、お友達の話をしてた時に、その家が犬をもらうかもらわないかみたいな話をしてて、譲り受けるか受けないかみたいな話をしてて、可愛いから欲しいっていう話になったらしいんですけど、でもまず家のことできてないよねみたいな話になって、この家族の中でね、なってその時にね、お母さんがずっと家の性格ができてないからダメだよねってずっと言ってて、性格ってなんだろうと思って、性格ってなんだろうと思って、それ生活じゃないって言ったら、何性格って言うから、生活ですよお姉さんって。お母さんって、生活ですよって言ったら、生活って言ったんで。
生活って通が言えなくて中になってしまったので、生活で、あのその場は収まりましたが、生活と性格は一緒らしいです、母曰くっていう今日の母の言い間違い。臭いかな、姉さんの口さと比べてください。え、ゴルゴンゾーラの匂い嗅いだことないから分かんないですよ。でそもそも私の靴下臭くないし。ケロケロリエちゃん怒ってるし。なんで怒るのよ。滑舌じゃないのよ、滑舌なのよそれは。滑舌は美味しいのかな、食べたことないけど。滑舌美味しそう。滑舌ね、舌が回らないらしい、硬いんだって、知らんけど。生活中、そう、生活中が言えないんです。立ちつてとか言えないの、お母さん。さしすせも苦手だね、水だから。水も言えないから、みじゅってなっちゃうから、みじゅ生活中ってなっちゃうから。知らんけど、いや本当に知らんけど、だって母曰く、私はもう舌がベロベロ硬いからってめっちゃ言ってます。そう、まあ日本語じゃなくてタイ語でね、タイ語で、私は舌が硬いから無理。性格は生活によって育まれます。確かにそれはそう。それはそう。あと環境とかね。わかります。なんで怒るのよ、胸に手を当てて考えて。じゃあそれを一番やるべきなのは甘酒さんだと思うよ。赤坂サカス、私は言える。あ、赤坂サカス、スン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 。これでもね、あの滑舌のお勉強をしておりましたから、舌の訓練はしてましたから。もう生活中可愛いからいいよ。いいんかい。いいのかい。発音しにくそうで頑張るおかんかい。かわいいか。でも確かにね、あの言えないの可愛いよ。舌噛みそうで怖いけど。確かに可愛いよ。さしすせそが苦手とか、笹川笹さん最適やん。確かに言えなさそう。言えなさそう。笹さん言えなさそう。なんでそれはもう胸に聞いてみなよ。聞いてみなよ。ところで田中さん、君も刺激持っていたのかい。持っていたのかいって言われてる。バスガス爆発言える。逆さまさます。どういうこと。さっきツイッターで見たぞ。見たぞって言われてる。ザマさん死ぬから、えめっちゃ気管に入った。タリアの胸に聞いてみます。痛い。バンって殴らないで、やめて。なのかさんの足跡3枚目くらいだけど、マジか、3枚は強い。なんかここでまたあれじゃん、戦いが始まる。アスキーさん、悪いことしたのリアがいじめてます。私いじめてないですよ。全然いじめてない。まだ1枚だ。あの駅間違えたし。笑った。甘酒さんは自分のツイッターに手を当てて聞いて。
手を立てて考えてくださいって言われてる。考えてくださいって言われてる。レアは二の腕チェキが欲しいです。え、これこれ欲しいか、欲しいか、これを見て欲しいか、二の腕欲しいか、これを見て欲しいのか、本当に本当に欲しいのか。レアの首チェキ欲しい、どういうこと、首これ、いや絶対いらなくない、絶対いらんよ。まずその前に足チェキお願いします。足チェキお願いします。あ、硬くて上がんないけど、本物の方が欲しい。本物はあげられない、ごめん。本物はあげられないです、すいません。あの怖いんでね、血だらけのものをご用意することになりますし、あげますし、あれよ、普通に怖いよ。怖いよ。これこれ言うな。だってこれだもん。手に筋肉ない、ただの骨、ただの骨じゃないですよ。お肉ついてるもん、お肉ついてるもん。それもチェキじゃなくて動画、動画かい。メロン割り退場。ピーレッドカード。赤、あー白いな、白いな、ホワイトカードで。ゲーム投げないで、痛いから投げないでもろて。骨のある腕と足、いや骨はあるでしょうよ。怖いでしょうよ、骨なかったら。これからのこれす、そうだよ、これからのこれだよ。あ、そうだ、なんでこの部屋にいるか説明しないよね、私。そうだ、説明をしよう、説明しよう、説明しよう。大木戸博士。ホワイトカードはなんかセーフな感じするから必要あります。違うの、見えないのよ、本当は。赤いカード出してるんだけどさ、あの後ろが背景で見えないんだ、白だから見えないの。ということで説明をすると、私の部屋のあの冷房が、冷房ってかエアコンが壊れたって話をしたじゃないですか。壊れたというか使えないっていう話をしたじゃないですか。知ってる、みんな。知ってる。まあ使えないわけなんですよ、私のね、部屋の。で原因が分かりまして、なんでつかないかっていう原因が、あのですね、室外機、室外機じゃない、なんていうの、なんか外にさあるじゃない、プロペラ回ったりするやつ、あれの中の回るやつが回ってないんだって。回ってないんだって。そう、回らなくなっちゃったんだって。だからこのエアコンはもう使えないですねって。それは室外機合ってるわ。で室外機の中のプロペラっていうかっていうところがね、それはファン、じゃあファンっていうの、わかんないけど、プロペラファンです。ファンっていうのね、プロペラ、プロペラみたいな、ファンがね回ってないんだって。だからもう治んないよって言われちゃったんですよ、父から。もうあれはもう無理だねって言われたから、この夏越えられないと、この夏越えられないということで、あのこの部屋に避難をしてまいりました。だからこの部屋で寝てる。仕方なくこの部屋で配信して、この部屋で寝てます。どうしよう、冬はつけなくてもさ生きていけるけどさ、夏だけ生きていけないんだよね。夏だ、生きていけないんだよね。プロペラじゃ飛んでっちゃう。プロペラ、プロペラって言わないの、ファンっていうの、あれはプロペラじゃないんだ。父判断、そう、父判断です。まあでも無理だから、無理だからとりあえず
あの君の部屋のエアコンは使えないねって言われちゃったから言われない、使えないねって今言われちゃったから、とりあえずね、今のところね、直すかどうかは別にして、今のところあのそういうできないから、直すことも今のところはねできないので、とりあえずあの自分の部屋のところから避難をしてこの部屋に来ました。お父さんの見立てじゃなくて電気屋さん呼んだら治りますよ。治るかな。でも多分ね、治るかもしれないけど、その料金がさ高い説あるからさ、高い説あるからさ、ちょっとね、今エアコンし直すだって。あ、なんか聞いた、あれですよね、ホワイト系の商品がなんかどのコンロみたいな感じだったよね。例のファン回す、逆に逆にぐるぐるって。そうだよ、電気屋呼べよ。電気屋ね、お父さんの知り合いに電気屋がいたら多分友達に頼んでやってもらえるかもしれないけどっていう感じ。今のところはちょっと、今は直すにはちょっとできないので、今はね、今はできないから、とりあえずこっちの部屋に来ている。エアコンは熱くなる前に帰って。誰？シャープのツイッターさんが。へえ、そうなんだ。でもね、エアコンを買うお金もない多分無理。電気屋の手先だななんだよ手先って。ドゥ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 ンってこと。安明さんとトヤルンルンさん初訪問ありがとうございます。神宮寺です。ごゆっくりどうぞ。毎日中親父生きてたらな、派遣したのに。マジ派遣してくれるの。生きてたらなってなっちゃうけど、ちょっと悲しいけど、それはそうなのか。派遣してくれたんだ、ありがとうね。わざわざ神奈川県までね、神奈川県まで来てもらうのは大変いかがなものかと思いますが、じゃあ電話したら同じ症状が出たから無料で治りました。マジでそんなことある？無料で治してくれるの？そうなんですか。修理に安吉さんときました。来ないで来ないで、あのごめんな、家には来ないで家には来ないで。マジ直せるのかな、そしたら。でもとりあえず今は無理って言われたからとりあえず今は無理って言われたので、今無理だし、使えなくてもこの部屋のエアコンは使えるから、別にこっちで寝たらいいんじゃないっていう話になっている。で、気工事したから最後方で、いほう、ゲフン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 じゃないのよ来ないで言うなじゃあ家にはね、家には、いや嬉しいんだよ、嬉しいんだけど、あの家には来ないでくださいプライベートな空間なので、プライベートな空間なので家にはちょっと来ないでいただきたいです。現場でねお会いしましょうね。現場で現場でお会いしましょうね。家ではちょっとお会いできないです。親父はお星様でね、いやそれはしょうがないし、私のおじいちゃんもお星様ですから。おじいさん、おじいちゃん、そう、私のおじいちゃんとお母さん方のおじいちゃんもお星様。まあ行かんけど、来ないと言われたら行くしかねえ。ダメって言ってるじゃんダメって言ってるじゃん。レッツデートしてくるんで、あすきさん終了ね。最悪、何しに来たん、あんた何しに来たん。神宮寺さん、なーに、なーに、おみちゃんって言うのってなっちゃうからなっちゃうから、涼みに行きます。涼みに来ないでください来ないで。エアコン使えないって言ってるじゃないエアコン使えないのにどうやって涼みに来るのさ
テン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 。やば。普通にあくびするとこだった。止まったけど。ナシさんのファンレベルが7上がりました。おめでとう。チャイ飲みに行く。お茶ってこと？お茶ってこと？うちお茶出ししてないです。お茶。お茶のお茶お出ししてないです。ごめんなさい。酒とつまみ買っていきますよ。あのお酒飲めないんで やめてもらっていいですか？お酒飲めないのよ。20歳過ぎてるのに飲めんのよ。えでもこの前さ、あの一口だけビール飲んだ。飲んだけどやっぱまずかったし気持ち悪くなった。じゃあ日にデートでとかしなさいしなさいしなしなさい。じゃあしなせんじゃしません。やばい舌が回らない。頑張れ。わしの舌頑張れ。そういえば花粉の時期と全然違うな。何が？そりゃそうですよ。鼻通るもん。そら通りまくりですよ。お鼻お鼻通りまくりですよ。花粉の時期に比べたら。まあそれで言うとね、あと1年後ぐらいにはねまた花粉の時期が来るので最悪なんですけど。とくちゃんかわいい。ほれ俺が飲む俺が飲む。全然飲んでください。全然飲んで。まあ残りのねお酒は母にあげたんですけど、母と父に飲んでもらいました。父ちゃんさん気づけばおたくさん初訪問ありがとうございます。神宮寺です。ごゆっくりどうぞ。3人でデッドじゃなかった。うん誰だろう誰だろう。私おらんかな。2人で行ってきてもろて2人で行ってきてもろて。鼻に甘栗痛い。それはそれは痛いです。ということでそろそろ終わりにする。告知のタイムに入ろうかしら告知のタイムに入ろうかしら。見える？あ見えそう。大丈夫だ。白すぎて見えないかと思った。二人で、そう二人で、あの私とじゃなくて、私とではなく、あの相手方と二人で行ってください。47分、ちょうどいい具合だ。ということで今週のライブは終わったので、私の出演はね、明日一応ライブ新宿レニーさんであるんですが、私はお休みをしております。申し訳ございません。という感じで。次のライブの出演は7月の2日渋谷木村井会館と新宿のアルタキースタジオさんで行わさせていただきます。昼夜みたいな感じで、3日が新宿のホリデーさんでライブを行いますっていう感じ。3日はあともう1本あります。詳細はツイッターをご覧ください。そして7月の5日には原宿のルイドさん、12日にはトヨスピットさんでライブを行います。まだねトヨスピットの詳細がね出てないからね何とも言えないんですけど、原宿のルイドさんはそうですね、もうチケットが多分売り切れてて、あのリセール待ちになってるんですけど、リセールでねもしチケットあ取れたって人がいたら、あの遊びに来てくれると嬉しいです。そして12日のドヨスピットさんはすごいでかい会場になっております。神宮寺立つの初めてです。前回立てなかったので初めて立ちます。なのでねぜひ初めて立つ神宮寺を見に来てほしいです。そして予約特典が2
2つありますよということを書いておるんですが、原宿のルイドさんではランダムチェキが1枚いただけて、トゥースピットでは私服の、私服っていうとあれだからちゃんと書くね、私の服って書いて私服です。みんなボケ始めるから先に手を打っておく。はい、私服の動画をプレゼントいたします。特典でね、予約特典で、なのでぜひ予約してくれると嬉しいです。ぜひ遊びに来てください、ご予定空いてる方。そしてなんですけど、7月の動員をって言わない方がいいのかな言わない方がいいのかな、うん、あーそこ使わ両方ともいるのね。うん、いるいるよ、全然全然いる、全然いる。2日も3日も2本ずついます。てか全部いる、2日と3日はという感じ。その辺とは3日両方出る。海賊主催の方も出なさいよ。え、出るよ、出る出る、3日いるよ3日いますよ。ホリデーの場所はまだ知らない、僕、私もまだ知らない、行ったことない、まだ。トマさん2回目の方もありがとうございます、ごゆっくりどうぞ。私服、あ、特攻服ね、違います、特攻服なんて持ってません。私服、私服、私物、私物ではない私物ではない。ヘアさん、ぐーちゃん、こんばんざい、こんばんざい、ごゆっくりどうぞ。遅くなりました、まだ配信してて、あれ、いいえ、長いからね、私の配信は。行ってください、お願いします。7月は頑張りたい、動員を。そうだから、みんなのお力を貸してほしいです。大きな声では言わないよ。ここに呼びたいなっていう気持ち、大きな声では言わないからね、もう言わないから。スキヤンにまだ客いてホッとしてるしてるな、まだいるんじゃないかな。1時過ぎでしょ、まだいますよ、大丈夫、これから戦う頑張ってきてください。ドライヤーボーボー、そうなのでね、そう、私もライブ出れるところはたくさん出るので、ぜひ皆さん遊びに来れる方いたら遊びに来てください。初めましての方はね、チェキが1枚無料になるので、よかったら神宮寺と撮ってください、お願いします。そんな感じ。女性の方はね、たまに入場料無料みたいなチケットもあったりするのでね、あったりするので、ぜひ来てください。イエイ、その字じゃない、可愛いですね適当やな、適当やな、ジングね、違う、グーじゃない、勝った勝った。いや、ど田舎だぞ、こそこ重要そこ重要、そうそうね、確かに、ごめん、つまり僕も無料、僕も無料じゃないかもしれない次期1枚無料で、バンザイジャパンと初めましての方はチェキが1枚無料になります。そうだから、初めましてじゃない方はごめんなさい、だけどあれですね
ごめんなさい、ごめんなさいだけど、ちゃんとお金を払ってチェキを取ってください。うちのイベントの動員が採用しますよ。小さな声でしょ。そう、そうなの、そうなの。だから、みんなの力を貸してほしい。毎日イベントやればいいんです。それは無理。それはできないですよ。ジングスリアっていうんですね。何をやってる人なの？バンザージャパンっていうグループがあるんですけど、アイドルグループがあるんですけど、そのグループの広報性ユニット足軽ジャパンというところで活動をしております。秒で眠くなった。穏やか配信の威力オキャこれで絶対寝てた人いたよね。絶対ごめんって感じだ。甘酒は、甘酒さんは無理。無理。初式使ってないんかい。もったいない。ゴーゴー。確かに。めっちゃ風来てるからね。そりゃそうだ。デート初めましては無料にならない。ならない、ならないな、ならないでしょ。ごめんだけど、影分身が使えたなら、あ、おはぐじ、おはぐじピロシ、おはぐじ影分身の術はぁ、へえ、そうなの。興味ないやん。なつくん興味ないやん。乗ってあげたのに興味ないやん。高生ですが裏で仕切ってます。仕切ってません。仕切ったところ見たことあります？逆に指ささない方がいいね。ありますか？私が仕切ってるところを見たことがあります？逆に。だって初がワンマンだもん。でもさ、初だとしてもさ、初めて来ましたって言ったらさ、あれじゃない？ワンマン初めて来ましたって言ったらさ、くれない？使えると思うけど、わかんない。使えたと思いますけど、違うんかな。そのいたずらっぽい笑顔をツイートしてくれるから、リツイートボットリツイートボットするニコーって。で、本当にいたずらしちゃうから、本当にいたずらしちゃうからダメだよ。レイとチェキ取ったことないのに嘘つくなよ。嘘つくなよ。取ったことあるくせに。でも初チェキがあること自体知らなかったから、知らなかった、知らなかったから、しな、知らなかったか、知らなかったから、知らなかったから。そんなに知らなかった言わなくても、そうだよね。知らなかったら取ろうって思うよね。認知されてなければ使えただろうか。やつチェキ取ったことないのにもう言うの。いや本当に私だけ撮ってないんだよね。ね、マギキングさん。私だけ撮ってないんだもんね。私だけ。ダズラは悪い子だよ。ダズラは悪い子だよ。それはそう。それはそう。ごめんね。悪い子で。ごめんね。どうせ悪い子ですよ。いじりは悪い子やないし、いじりは悪い子じゃないんだ。お酒の話聞きは、へえ、そうなんだ。初めて知った。そうなんですね。ごめんなさい。いや、こっちこそごめんなさい。ごめん、私がその場にいなかったから。その場にいなかった。悪い子でごめんね、ごめんね。思い描いてた恋とか愛とか嫌いなものばかりじゃないけれど、
とりあえず一歩ずつ進んでみようかな、その答えが見つかるまで。サビ歌わんのかーい。サビ歌わんのかーい。でも初チェキ取るとしたらかなさん、普通に芋って言わないでよ。普通に芋って言わないでよ。ほんとごめんって。いやごめんって、遊びに来てくださいよ。遊びに来てくださいよ。遊びに来てチェキ取ろうよ。マゲキングさん、初見です。あ、そうなの。分からんけど、星と八席取ったの、星と八席は取ったの。あ、いい、そういうこと。え、じゃあ甘酒さんのも推しってそのお方だったんですか、もともとは。なの、わかんないけど。段階この間ワイの歌歌ってくれなかったやん。それはごめんね。それはごめんね。芋って呼んだらあかんの、なんで。いや別にいいけどさ、いつもはさ絵文字で来るじゃん。普通にボンって芋ってきたからびっくりしちゃった。びっくりしちゃった今。普通に芋って言ってくるやんと思って。で終わるとか言っときながら全然終わんないじゃんね。延長しすぎなのよ。トマトエイサーはよしやった。へー、そうなんだ。そうなのね、初めて知った。ごゆっくり寝ます、またグータッチしに行きます。おやすみ、おやすみ、またね。めっちゃ白いけど、おやすみなさい。ごゆっくりどうぞ。1分、あ、じゃあ終わらせよ、もう1時だし。ということで終わりにしたいと思います。終わりにしよう。ということで、あのツイッターのフォロー、アットマークリアイアンダーバー JB で調べてもらえるとツイッターが出てきますので、まあ、調べなくてもプロフィールから飛べます。なのでね、ちょっとこいつちょっと変だったけどおもろかったかもって思った人いたら、よかったらあのツイッターとここのルームのフォローをお願いします。あのハートをねピンク色にしていただけたらなと思いますので、ぜひピンク色にしてください。ハートをピンク色にしてよろしくお願いいたします。和田木さんはちゃんと T シャツ着てたからね。あ、そうなんや、ちゃんと見てなかったわ、そしたら私が。初知り。ということで甘酒さんの過去が分かったところで。T シャツ着てなかった、持ってなかったし。あ、そうなんや、ピンクの人は、ピンクの人はっていうこと。ピンクの人はとは、トマト優勝予約じゃなかったの。へえ、そうなんだ。初知り問題。へえって感じ。へえって。へえボタンがあったらめっちゃ押してる。へえ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 ってなってるわ。うん。ということで終わりにしようかな。終わるぽよ。ということで。ハートがピンクの人は、ハートがピンクの人はそのままにしといてください。フォローの話か、そう、ルームのフォロー。ハートがピンクの人はそのままにしといてください。ハートがピンク色じゃない人はぜひポチって押してくれると嬉しいです。よろしくお願いいたします。だからじゃあ、あ、へー、そういうことなのか。初知り、ありがとう。へーっていうあの称号を差し上げます。ということは私がリア人になるんです。いや、それはどうかな。分からんけど。ということで終わりにするんごよ。終わるよ。終わった。お話、心は黒い、心は黒いのか
ちょっと悲しいな、それは。心が黒いのか、それはちょっと悲しいな。あのね、綺麗にしていきましょう。ということで、以上、バンドジャパンの候補生ユニット、アセガルジャパンの神奈川県伝道シミナライジングジュリアイでした。またね。あの、前の下の名前知ってる？その別にそれを言ったわけじゃないけどね。それを言ったわけじゃないんですけどね。ということで、みんなまたね。バイバーイ。おやすみ。